今日はずっと行ってみたかった大阪の茶碗蒸しラーメンに挑戦したいと思います。これですか？これとこれ。行くぜ行くぜ。何してるんですか？なんかね、日よけ麺って書いてんのよ。あれですね、フロマージュで火が出るからそのよけ。そんなにやばいんかな、炎。わかんないこいつは用意しておきますここからつけるんだ。こう、うわっうわっうすごいびっくりしためっちゃぷわってなった。すごい、よかったやっててこれ丼が熱くなってるんだ。はい、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。え、パンがついたよ、ラーメンなのにすごいこんなことはないよ、今まで。パンがついたラーメン屋さん初めて。確かに。タバスコもくれました。お、激辛にできるじゃないですか、うん、すごいよこれ、ラーメンだって。はい、いただきます。ラーメンある？ラーメンどこ出てきたラーメンや。え、どんな味やろ。ラーメンや。ちょっと待って。ラーメンなんですね。うん。うん。見た目パスタですけど、ね。そうやね。見た目パスタなのにこれラーメンです。え、私もパスタですって言おうと思ってん。でもラーメンやった。ラーメンだ。でもね、これ見て。めっちゃ茶碗蒸しやねん。プルンプルンですね。春丸さんみたいですね。どういうこと？茶碗蒸しや。え？ラーメンだけど、はい、茶碗蒸しです。ラーメンと茶碗蒸ししか言ってないですあ、うまい。中の汁がめっちゃ美味しいです。初めての感覚。よかった。茶碗蒸し。確認。茶碗蒸しラーメン。ね、うまっとる。そうやね、うまってる。匂いが茶碗蒸しや。ラーメン。でしょ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 。これラーメン出てる。茶碗蒸しだけどラーメン。それは出汁がな、うまい。スープが茶碗蒸しになってる、うん、このラーメンがなくなった中にパンをつけて食べます。どっちも入れたらいいんじゃないですか。え、そういうもん。じゃあまず普通のタバスコこんなもん、いっぱい入れていいんじゃないですか。結果 YouTube です今日は私、茶碗蒸しのラーメンを楽しみに来たの。本音を言うと、茶碗蒸しとこれ私は合わない気がする。あんま言わん方がいいね。ごめんなさい、うん、でもこれ下手すとすごい美味しい。うん、うん、やっぱ洋風なんだ。言われてみれば。さっき洋風って言ってなかったですよ、私。ん？見た目パスタですけど、ね。そうやね、見た目パスタなのにこれラーメンです。さっきの大家のと比べてみたときに、あ、洋風やって思って。あ、そうなんですか。うん。パスタではないの。はい。でもラーメンなんだけど、でも茶碗蒸しラーメン、茶碗蒸しラーメンと。比べると洋風ってことは分かるぐらいのめっちゃ絶妙な感じ。
プラス300円をするとワインがついてきます。グラスの私たちは飲めないのでやめてます。ぜひワイン飲みたい人はこちらまで。ジェンギンでっかい。タバスコうまいわ。ごちそうさまでした。いや、これはね、面白くて美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、というわけで今日も美味しくごちそうさまでした。いや、今回はずっと食べたかった茶碗蒸しラーメンということで、ラーメンっぽくないってとこだったけどラーメンっていうことで、で教えてもらいました。なんか店長さんによると、あれはやっぱ鶏ガラ醤油をベースに茶碗蒸しのラーメンだったりフロマージュをしてるそうです。おでなんと実はですね、私としたことが激辛があったんです。お、はい、まさかの激辛があったんですけど、はい、今日は私ダメなんですよ。今日はこれって決めちゃうと変更したくなくなっちゃうので、茶碗蒸しラーメンをどうしても食べたかったので来た時にこれ分かったんですけど、今日は激辛じゃないのを食べました。すいませんまたね、挑戦したいと思います。チャンネル登録、高評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。おさるまーす。おーまーたね。まーたね。バイバイバイ。あれ見て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 、一回行きました。海遊館の観覧車です。あれ消えちゃった。おー、以上です。終わりですか。え、落ちる。バイバイ。何のその落ちのない終わり方見て欲しかったんだもん。海遊館なんか面白いこと言ってください。え、なんか落ちってどうすればいいの。いや知らないですよ。ここまでね引っ張ってきたんですけど、バイバイ消えた